それではこちらの題目について長岡技科大の相田が発表させていただきます。今回のトピックは機械翻訳です。まず背景としまして、機械翻訳の性能は年々向上してきていて、最近だとニューラル機械翻訳、NMT っていうんですけど、それが主流となってきています。これ Google 翻訳とか未来翻訳にも用いられている技術です。今年、ちょっとあるかどうかわからないんですけど、東京オリンピックに向けて、注目が集まってきていると言えます。ただ問題があって、機械翻訳が境筋線っていうものを境マッスルラインと間違って翻訳した結果を、そのまま使ったことが、最近問題となりました。このように機械翻訳っていうのは、間違った出力をすることがあります。全部正しいというわけではないですね。そのために、我々はその出力を、評価する必要があります。ただ、機械翻訳が出してきた何万文とか大量の文章を人手で全部見ていくのはすごく大変なので、機械翻訳の出力した訳文の品質っていうものを自動で評価する手法が必要となってきています。そこで、最近、ある機械翻訳の自動評価の手法は、大きく分けて2つありまして、1つ目がブルーというものです。これは、機械翻訳正解の訳文と言われている、参照訳っていうものと機械翻訳が出力した訳文との、単語の一致数で評価していきます。これは、人手の評価とも高い相関があるんですが、もちろん、事前に正解となる訳文を持っている必要があります。で、次に、品質推定のクオリティエスティメーションと言われるシェアードタスクがあるんですが、これは機械翻訳が出力した訳文に対して、それを人手で少し編集を加えた編集文っていうものとセットで、評価モデルっていうものを訓練していきます。この時モデルは、出力した訳文から人手で編集した編集文までの編集距離っていうものを、どれだけ挿入置換削除が必要かっていうものを推定して、タグ付けなり編集距離なりを推定して、それを品質として評価を行っていきます。ただ訓練用に大量の編集文を用意するのは結構大変な作業と言えます。そこで、今回の研究では、先ほどのような人手の編集文というものを用いずに評価モデルを訓練させて、また正解となる参照訳というものを用いずに出力の品質を評価していく手法を提案します。今回機械翻訳の品質は、先ほど説明させていただいた正解文との一致数を見るブルーとしました。モデルの構造は大きく分けて2つで、まず NMT、ニューラル機械翻訳で原文から訳文に翻訳する際に、いくつか指標を取ってきて、でその指標をもとに回帰モデルを使ってブルーの値を推定していきます。今回の実験で用いた指標は大きく分けて5つあります。まず最初の4つについて説明していきます。1つ目、対数誘導。これは一番メジャーなもので、機械翻訳の NMT が訳文を出力する際の、対数誘導、同時確率のを、対数取ったものを単語数で正規化して、その文章による有利不利をなくしたものを使っています。で次に道語。これは、訓練データを読み込む際に、これだけの式位置を下回ったらアンノーンにする、道語にするっていう処理があるんですが、それの、アンノーンとなってしまった道語が、訳文にどれだけ含まれているかっていう割合を用いました。次に、原文と訳文の長さ。今回長さっていうものは原文と訳文の単語数を長さとして扱ったんですが、これはそのまま用いるのではなく、対数に圧縮して用いました。最後、4つ目、原文と訳文の類似度。これは事前訓練された文の分散表現であるユニバーサルセンテンスエンコーダー、これ多言語のものを、これ公開されているものを使って原文と訳文をベクトル分散表現に直して、文分散表現に直して、それの予言類似度、コサイン類似度を計算しました。それを指標として使っています。最後5つ目、これモデルの不確かさというものです。
これは機械翻訳のモデル自身の出力に対する自信の度合いというものを測っていきます。これ具体的に何をしていくかっていうと、ドロップアウトっていう訓練中にモデルの構造をいくつかランダムに減らして、その化学臭を抑えるっていう機構を生成時に用いて、生成時にモデルの構造をランダムに減らして20回同じ薬分を生成させます。これはモンテカルロドロップアウトって言われる手法で、例えばこれ、機械翻訳が出力した薬分に自信があるとき、多少モデルの構造を減らしても誘導っていうものは変わらないんですが、もしそんな自信がないようなときに、ちょっと減らしただけでもモデルの誘導が大きく変わっていくだろうという期待のもと、この手法が提案されています。それで最終的に得られた20回分の誘導を用いて、まあ基本だとエントロピーとか期待値分散それぞれ使ってモデルの不確かさというふうに使っていくんですが、今回は先行研究のモンテカルロドロップアウトをその逆翻訳の重み付けに使った先行研究で最も効果の高かった分散と期待値を考慮した以下の式で算出しています。そうですね、これは、まあ、期待値が大きいほど、また分散が小さいほど、自信があるだろうという期待のもとこの式が成り立っています。これを使いました。実験です。今回は、アスペックっていう科学技術系の論文を日本語英語間で翻訳したデータを使いました。訓練データ、開発データ、テストデータそれぞれにおける分のペア数は以下の通りです。で実際に回帰モデルで予測を行ったんですが、今回用いたのは線形回帰と XG ブーストです。 XG ブーストっていうのは、まあ、複数の重み付けされた決定義をの予測を合計するような手法で、まあ、計算速度が速かったりで欠損値にもこうあらかじめ決定義の進む方向を決めておくことで対処できるということから、まあ、性能が高くてデータサイエンスのカグルとかの大会でも多く用いられています。で評価につきましては、回帰モデルで予測したブルーに対して、アスペックのデータに含まれる正解の分を使って実際に算出したブルーとの、ピアソンの相関係数を算出して評価を行いました。まず事前実験です。事前実験として、それぞれの提案した指標と、ブルーとのピアソンの相関係数を算出しました。その結果、耐水誘導とモデルの不確かさが、相関が高いということが分かります。実験結果です。先ほどの事前実験で耐水誘導が高かったんですが、それに比べ、回帰モデルを用いた、回帰モデルで全ての指標を用いて予測を行った場合が相関係数が高く、また XG ブーストを用いた時に一番高いということが分かりました。ただこちら回帰モデル全部を使っているので、どの指標がどれだけ影響があるかということを調べるために、それぞれの指標を一つだけ減らした状態で同様の予測を行って、どの指標が一番影響があるかということを調べました。その結果がこちらです。それぞれの指標を1個ずつ減らして予測をしていった場合、まあ、先ほど事前実験と同様に耐水誘導とモデルの不確かさ、これらを減らしたときに相関係数が下がっているため、ブルーの予測については耐水誘導、モデルの不確かさ、こちらどちらも誘導をベースにした指標なんですが、その2つが重要であるということが分かりました。結論です。本研究では人手で編集した編集文というものを使わずに評価するモデルを訓練させて、また正解となる参照薬を用いずに薬分の品質、混合やブルーとしましたが、それを予測する手法を提案しました。で、回帰モデルで予測を行った結果、XG ブーストを使った場合が最もブルーとの相関が高く、また今回ブルーの予測に必要な指標は耐水誘導とモデルの不確かさ、こちらどちらも誘導をベースにした指標ですが、それが重要であるということが分かりました。以上で発表を終わります。